笠間の峰山で作刀している近藤彩です。秋田県出身です。学生の頃から旅が好きで、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、アジアなどを旅してきました。旅する中で手仕事の魅力に気づき、いつの間にか焼き物の産地に移り住んでいました。作風についてですが、スポイトに泥を詰めて模様を描いたり、アメ釉などの伝統釉を好んで用いています。笠間で独立して20年になります。陶芸家同士はもちろんですが、それ以外の木工や鉄などの作家さんたちと出会い、多くの経験を重ねてきました。私自身も大きく成長させてもらっていると感じます。私にとって焼き物は単なるものではなく、世界共通の言葉だと思っています。作品を通してより多くの方と交流ができると嬉しいです。ありがとうございました。